続いてはジップ独占、新海誠監督の最新作すずめの戸締まり、声優を務める原菜乃華さんから必見の情報です。来月公開のアニメ映画すずめの戸締まり、原さん演じる主人公すずめが日本各地の廃墟を舞台に旅をする冒険ファンタジーです。君はなぜ閉じなきゃいけないでしょ、ここ。その最新作の公開に先立ち、来週の金曜ロードショーでは2016年に公開された新海監督の大ヒット作君の名はを本編ノーカットで放送します。そしてその金曜ロードショーの放送について今日はある発表が。すずめちゃんお願いします。はい、すずめの戸締まりの本編冒頭シーン12分を初公開しちゃいます。12分。来週の金曜ロードショーの番組後半で本編の冒頭シーンを公開するということなんですが、原さんどんなシーンなんですか。映画でもすごく重要なシーンですね。すずめが一緒に旅をする青年ソータと出会って物語のキーとなる扉を初めて見つけるシーンになります。さらになぜ戸締まりの旅をすることになったのか、そのきっかけが分かります。とっても気になります。君の名は来週金曜日夜9時放送。番組後半でお届けするすずめの戸締まり本編冒頭シーン12分もお楽しみに。